あの、俺の後ろにある、この壁紙。ここ貼ってから、一週間ぐらい経ったんで、えー、どんな感じの、まあ、仕上がりになったのかっていうのをみんなと一緒に見ていこうと思います。まず全体像を写すと、こんな感じ。結構うまく貼れてるよね。なかなかいい仕上がりになってるのかなと思います。まあ、ちょっと荒は目立つんだけど、まあ、きっちり貼れてるかなって思いますね。 細かいところは、まずその端っこね。端っこはこんな感じになってる。ちょっとね、はが、剥がれちゃってるね。うん。あとは結構しっかり。あとは結構しっかり貼れてる。やっぱ下が <laughs> かなり脆くなってて、これもともと畳だったんですけど、畳の上にこういうフローリングシートを貼り付けて、えー こういうふうなフロ,ーフローリングにしたんですよ。だからその分ここに隙間が空いてるじゃないですか。で、そこがやっぱ塗れなかったっていう感じですね。だからやっぱ下のところは結構意外がになってますね。うまく貼り付けてないですね貼り。貼り付ける、貼り付けることができなかったみたいですね。で、えー、あとは壁紙同士の隙間。 亀紙同士の隙間なんだけど、それも、こんな感じで、えっと、一応ピタッとはね、こう止まってる。ピタッとは止まってるんだけれども、ここね、やっぱ、ちょっと隙間が空いちゃってるところはあるんだよね。まあ、そんなに目立たないからいいと思う。透明で見れてみようか。透明で見ると、まあ、目立たないよね。こんぐらいだったら許容範囲だとは思う。 で、えー、一番ね、剥がれちゃってるのが、ここ。ここね。わかるよね。うん。ここはもう相当剥がれちゃってるから、まあ塗り直すのかどうなのかってわかんないけど、うーん、ここだけちょっと糊を入れて補修した方がいいかもしんないね。あとは、テープを止めるとかもありかもしんない。 こういうところからちょっとずつ剥がれていくらしいからね。で、あとは、えっと、リモコンがついてるんですよ。こんな感じで。で、リモコンの釘ね。釘は、うまいことできたんで、まあいいかなと思いますね。で、あとはテレビのところの3。ここはやっぱぐちゃってなってるよね。うん。まあこれは仕方ないとは思うんだよね。 多分なんだけど、あのー、遠目から見たら、俺もさ、その本当の職人みたいな貼り方はできてると思うんだよね。遠目から見るとね、ほら、こんな感じ。遠目から見るとさ、しっかり貼れてるから、まあ、合格だとは思うんだよね。ただ、やっぱりこういう細かいところっていうのかな。こういう細かいところを見ていくと、うん、荒があるから、こういうところがプロと、 素人の差っていうのが出てる一番の部分なんだろうね。まあ、でも全体的にうまく貼れてると思うよ。ほら。まあちょっと隙間はあるけど、別にこんなんわかんないしね。で、こんな感じでしたね。だから見てもらった通り、まあ細かいところの荒っていうのはあるんだけど、まあ普通に素人が、まあやったレベルとしては、まあそこそこうまくはいったんじゃないのかなと思いますね。 もちろんさ、他の YouTube でやってる、他の YouTube のさ、すごい人がやってる DIY とかと比べたら、まあ月とすっぽんでさ、まあ俺はゴミだと思うんだけど、まあ別にいいでしょ。こんぐらいだったらね。だから、もともとの和室のさ、あの壁紙のものと比べたら、まあ、かなり部屋は綺麗になったと思いますね。で、こっからまだもうちょっとやらないといけないところがあって、まあそれを、 最後に紹介して終わろうと思います。まだやんなきゃいけないところが結構あるんですよ。それどこかっていうと、まあみんなもう気づいてると思うけど、ここね、この上の部分なんですよ。この上の部分っていうのがまだやってないんだよね。こういうところね。こういうところ。あと、反対側はまだ全く手つかずになってる。こういうところ。 この辺がまだまだ終われてないんだよね。あと、ここもね。ここも、本当は外してから、ここを貼らないといけないけど、まだ外せてない。あと、俺の中でのね、一番、あの、点滴が二つあって、その点滴ってどれかっていうと、まず、その1。点滴その1。この黄色い3。この黄色い3っていうのを何とかしたいんだよね。なんか もう枠組みだからさ、しゃーないとは思うんだけど、せっかくこんな感じでさ、その、何、トタンっていうかさ、コンクリート柄の壁紙を貼ったのはいいんだけどさ、色を統一させたいんだよね。だからここは何とかしたい。ただこれってさ、木じゃないですか。上からまた壁紙貼ればいいっていう思ったんだけど、さすがに木の上に貼ると絶対跡残っちゃうと思うから、まあ、そうすると出るときにさ、 まあ結構な費用を請求されたら嫌だなと思って、まあここはどうするかはまだ考えられてないですね。あとは、これ。この、障子ね。この障子もなんとか変えたいとは思ってる。中をさ、洋室風にしたのにさ、こういう扉があるとさ、まあ純和風の家だったらまあいいんだけど、俺はそういう部屋じゃないからね。だからこれもなんとか変えたいと思ってるね。 まあこんな感じで、えっと、一週間、春髪貼ってからだいたい一週間の結果っていうのは、まあ、こんなです。結構素晴らしい成果になったのかなと思いますね。で、ちょっとずつ、あの、俺の和室も綺麗になって、もうほぼほぼ洋室って呼んでいいんじゃないかな。かなりのクオリティになってきたと思うから、まあ、皆さん、あの、次回このね、上のところとか、こういうのを変えようと思うんで、 えー、チャンネル登録してぜひ見てもらえたらと思います。ということで今日もありがとうございました。バイバーイ。